やはり俺の青春ラブコメは間違っている。は、渡航による日本のライトノベル。イラストは、ポンカンが担当。2011年3月から2021年4月にかけて、全18巻がガガガ文庫より刊行された。略称は、俺がいる、または、ハマチ。完結後は、新プロジェクト、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。 ケツの制作が発表され、2021年9月より、ライトノベルの観光が行われている。友達を作ろうとも思わず、いつも一人でいる、ひねくれた、高校生が、それを見かねた教師によって、奉仕部という部活に入れられてからの高校生活を、描いた、ラブコメディ作品。あやかし語りに次ぐ、渡航の第二作であり、初のラブコメディ作品。当初の課題は、 俺の青春ラブコメが間違っている件であった。正式タイトル、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。は、句点を含めて20文字と非常に長いため、著者の公式ツイッターアカウントを用いて略称が募集されたが、2018年現在でも公式の略称は決定されておらず、著者は応募された略称のうち、ハマチもしくは、俺がいるという略称を用いており、 テレビアニメでは、俺がいる、または、兄がいるを略称としている。もともと一巻で終わる予定であったが、予想以上の人気のため続巻を書くこととなった。期間十巻の時点で、作者は、全然考えていなかった。一巻で完結していたので続編が出せると聞いて、慌てて六巻くらいまでのストーリーを大雑把に、考えました。でも、構想の中では、ラストシーンは、 浮かんでいますよと語っている。作者自身も千葉県出身であるため、作中には千葉に関連する事物が多数登場する。ただし、登場人物の名前はすべて神奈川県内の地名に由来している。2019年12月時点で全世界累計発行部数は1000万部を突破している。宝島社が発行するライトノベルのガイドブック。 このライトノベルがすごい。2014にて、作品部門1位を獲得し、好きな男性キャラクター部門では、引き谷八万が1位を獲得した。さらに、このライトノベルがすごい。2015での作品部門でも1位を獲得。また、好きな男性キャラクター部門では再び、引き谷八万が、好きな女性キャラクター部門では、雪の下雪のが、好きなイラストレーター部門では、 ポンカンが1位を獲得した。なお、作品部門2連覇と4巻の同時達成は、史上初の快挙である。そして、このライトノベルがすごい。2016でも、作品部門で1位を獲得し、殿堂入りを果たす。また、好きな男性キャラクター部門では、引き谷八万が1位を獲得。好きなイラストレーター部門では、ポンカンが1位を獲得した。その他、 2015年3月には、第1回すごいジャパンアワードで、ラノベ部門1位を獲得している。千葉市立総部高等学校に通う、高校2年生の引谷八幡は、高校でも友達ができなかったことから、友達を作ることを諦めて、一人ぼっちを極めようとしていた。妙なへ理屈をこねながらぼっちな高校生活を、謳歌しつつ、リア充を嫌い呪っていた八幡だったが、 生活指導担当の教師、平塚生に目をつけられ、法師部に無理やり入部させられる。そこで、八万は、校内一の才女として知られる雪氏も雪野と出会う。雪野は、才色兼備な超人で、弁も立つが、八万と同じく人付き合いが不器用な少女だった。二人は似たような境遇でありながら考え方が、根本的に異なり、意見が衝突する。聖は、 そんな二人に対し、どちらが、より多く法仕部に持ち込まれた依頼を解決できるか、という勝負を命じる。その親先、最初の依頼人であり、八万のクラスのスクールカーストの上位に属し、八幡への特別な感情が見え隠れする、ゆいが浜決意もまた、法仕部に入部することになる。全く異なる性格と立場の三人は、中二病前回の材木座、吉てる。 テニス部員で男子だが可愛い女子にしか見えない。とつか香、一見すると不愛想で近寄りがたいが、本当は、家庭的で家族思いの川崎先、何でも卒なくこなす。スクールカースト上位の人間である、葉山隼人から受けた依頼を、次々とこなしていく。雪野の,の正論では行き詰まる問題を、八万が彼独自の理屈に基づく、変則的な方法で解決する。 そんな法師部の活動を通して、三人の関係は、少しずつ良い方向に変わっていく。ところが、八万が、交通事故の際に助けた犬は、ユイの飼い犬であったことが発覚。八万は、ユイが、自分に、好意的な行動をとっていた理由が、事故にあったことへの同情だけだったと考え、その行為を拒み、ユイとの関係をリセットしようとするが、 ユキノの取りなしによりどうにか二人の関係は元に戻る。だが、今度は事故を起こした車に、ユキノが乗っていたことが明らかになる。ユキノに対して勝手な理想を押し付けていたことを後悔する八万と事故について黙っていたことを気にするユキノ。お互いに負い目を感じ、二人の関係がおかしくなっていく。表面上は取り繕いながら、 しかし決定的に噛み合わない法師部の面々。そんな時に文化祭実行委員長に立候補した相模南から委員長の職務をサポートするよう依頼される。有能とは言い難い上に委員長としての心構えがどこか欠如している相模に加え、雪きの,の姉であり、姉妹の確執らしいものがある雪きの下美野が関わってきたこともあり、運営は破綻しかけるが、 八万の自己犠牲的な貢献によって、文化祭は、対外的には、無事に終わりを迎え、八万と雪野の関係も改善された。文化祭での行動の結果、悪名を背負うことになった八万だったが、修学旅行先で、葉山グループのメンバーである、戸部翔と海老名姫名の恋愛問題の解決を求められることになる。難航の末、 文化祭と同様に八万の犠牲的な行動によって、とりあえずの解決を見たが、その対処方法を行きのという意は拒絶し、三人の関係は再び変わっていく。三人がギクしャクしている中、一年生の一式老派から、生徒会選挙で望まぬ、立候補をさせられたので落選したい、という依頼が、法師部に舞い込む。またしても、 犠牲的な解決方法を提案する八万に対し、雪野と結衣は反発し、それぞれが自ら会長へ立候補することで解決を図ろうとする。それを目の当たりにした八万は考えを改め、小町からの依頼という名分を得た上で、策略を持って、ロハを説得し、依頼の取り下げに成功する。その結果、イロハは、生徒会長に就任した。 一見落着したかに見えたが、立候補を取りやめた後から雪野の態度がおかしく、なってしまう。そんな中、生徒会長となったイロハから、海浜総合高校との合同クリスマスイベントの、手伝いを依頼される。雪野が内心、生徒会長になりたかったのではないかと考えた、八幡は、雪野を生徒会から遠ざけるために個人として、依頼を受けることにした。 海浜総合高校側と総部高校側の双方に問題があり、イベントの企画は迷走していくが、八万は自分のやり方に自信が持てなくなっており、対策が打てずにいた。雪野の,の問題とイベントの問題が重なり、途方に暮れる八万だったが、生の助言を受け自分を見つめ直すことで問題の整理に成功する。そして、 本心をさらけ出すことで三人の関係を修復し、雪ノと結イの協力によりイベントも無事に終えることができた。年を超え、1月、三年生新球児の分離選択の進路希望調査が実施された。選択に迷う葉山グループの面々に対し、葉山はなぜか、固くなに自分の進路を話そうとしない。三年生でも、葉山と同じクラスになりたい。 三浦由美子は、法師部に、葉山の進路を調べる、よう依頼する。材木座と戸塚の協力を得た八万は、マラソン大会を利用して、葉山の進路を聞き出すことに成功し、依頼を達成する。お互いを意識しつつも、かつてのように活動できるようになった、法師部に満足する八万だったが、葉山と日野から、それぞれ思わせぶりな指摘を受けることになる。二月になり、 バレンタインの依頼を三浦たちから受けた。法師部は八幡の提案による生徒会主催の手作りチョコ試食会に協力する。名目が試食とはいえ、目当ての相手に手作りチョコを食べてもらえることに喜ぶ面々だったが、ゆいは八幡と雪野が互いに意識しているかのような様子を見て表情を曇らせる。そんな中、 日野から現状に対する指摘を受けて三人は戸惑いを見せる。高校入学試験の前日、母親から雪野と同居するよう指示を受けた日野が三人の前に現れる。姉に逆らった雪野は帰る場所をなくしてしまうが、ユイの提案で彼女の家に泊めてもらう。その経緯の中で、八万のアドバイス通りに行動する雪野に、ユイと八万は何かを感じる。 次の日、ユイの提案で出かけることになった三人は、水族館で過ごした後、ユキノとユイの本心を聞いた八ンだがこれを否定する。そして、彼女なりの決意をした、ユキのの依頼を受けることになる。水族館から帰る際に、ユキノからの依頼を聞いた八ンとユイは、彼女が住むマンションに向かいそこに住み込んでいた日ノに、ユキノが導き出した答えを話すのを見守る。 その後、ユイは、ユキのの引っ越しの手伝いのために、マンションに泊まることになり、八万はマンションから出て一人キロに着く中、待ち伏せていた日野からある言葉を告げられる。後日、一式から卒業生へのイベントとして、プロムを行うことを提案される。その支援を頼まれたユキノは、自らの考えで成功させるため、八万とユイの協力を拒む。 その意志に賛同した二人から見守られつつ、仮のプロムを計画し、無事に成功させるも、その件で、彼女の母親とヒノが学校を訪れ、プロムに対する生徒や保護者からの現状を指摘される。その中で、平塚の移動のことも知り動揺しつつも、ユキノは、プロムを実現する決意をし、八万や、ユイも手伝おうとするが、ヒノの言葉により思いとどまる。数日後、 ゆいと下校中に、プロムに対する学校側の動きを知った八幡は、平塚に連絡し、学校へと引き返す。平塚から、学校側の動きについて聞いた八幡はユキのを、支援するために、生徒会室に向かうも一触に阻まれる。一触に連れ出され、問い詰められた際に、行動の原理をとろした八幡は、生徒会室にてユキのに、自分もプロムをやることを話す。 それを拒むユキノだったが、八幡は、法師部に入部した時に話したことを持ちかけ彼女も、それに乗る。八幡は、自らの考えに賛同したユイ等の支援を受けながら、自ら考えたプロムを形付けていき、ネットに公表する。二つのプロムの候補が上がり、その中でユキのの方のプロムが開催されることを、平塚から聞いた八幡はそのことをユキノに伝える。 それを聞いたユキノは八万に依頼をする。ユキノからの依頼を受けた八万の誘いを受けたゆいは、小町の合格祝いにお菓子を作ることを提案し、八万もそれに乗る。ゆいの家で、彼女の母親からアドバイスをもらいながらお菓子を、完成させた八万は帰宅途中に、ゆいにもお礼としてお菓子を渡し、彼女もそれを受け取る。後日、卒業式が行われ、 それぞれが涙を流しながら卒業生を見送り、全生徒会長であった、白巡り巡りからも、お礼の言葉を受ける。その後、一式にプロムの会場である、体育館に連れられ、ユキのの指示のもと、八万と、ユイもプロムの支援をすることになる。終了後、ユキノとユイはこれからについての考えを出し合うも、八万は、日のの呼び出しを理由にその場を離れてしまう。 八万は待ち伏せていた日野と対話した際に、彼女に自分の本心を指摘され、さらに以前に言われた言葉を痛感する。その後、平塚からアドバイスをもらった八万は、ゆいと下校時に自分がこれからの中で納得できないことを取ろうし、ゆいもその中で八万の気持ちを理解し、彼と別れて帰宅後、母親に抱かれながら号泣する。後日、八万は、 自らが起こした行動に、周囲から冷たい目で見られながらも、雪野の,の協力を取り付けることに成功し、彼女と月光中に、自らの思いを告白し彼女もそれを受け入れる。その後、二人の呼びかけで集まった多くの生徒に、ゆいも加わり、海浜総合高校との合同によるプロムを行い、無事に終わらせる。終了後、八幡は、生から皮肉が混じった。 賞賛の言葉を受け、雪野は八万に自分の思いを告白する。三年生に進級後、二人でプロムの残務処理を元法師部の部室で行う中、入学した小町が訪れさらに一職が、生徒会長の承認が押された法師部の部活動総部の申請書を所持してくる。驚愕する二人の前に、最初の依頼人であるユイが部室を訪れる。 以前と変わらないユキノとユイのやりとりを見た八幡は、心の中で、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。とつぶやく。担当声優は、ドラマ CD 版、アニメ版同様のもの。千葉市立の架空の高等学校。法支部本校生とらの自己改革を促し、悩みを解決する手助けを行う、いわば相談所的な部活動。平塚聖が顧問を務めており、 当初の部員は部長である雪野氏も、雪野だけであったが、後に、生の紹介及び最初に来た依頼がきっかけで引きたに、八幡と結ヶ浜決意の二人が入部して部員は三人となった。また、依頼が来る回数は、あまり多くなく、普段は自由に過ごしていることが多いが、それでも、静かに必要だと判断されたものが導かれて、依頼に来ることがあり、時には、 その部活動の話を聞いたり、ゆいの紹介で来る者もいる。八万の関係者早間グループへ含みのトップカーストグループ。早間と由美子以外は2巻から登場している。相模グループ5巻から登場したクラス内では、早間グループに次ぐ位置にいるカースト。一年中はゆいもこのグループに所属しており、それゆえに彼女とはカーストが違う現在でも普通に。 接している。生徒会遊戯部教師総部高校からほど近いところに、あるそこそこの進学校。三つの高校が合併してできたために比較的、新しい。2019年4月12日から、オーディオブックサービスのオーディブルで、石井和隆と戸田恵の朗読が配信されている。第一巻から順に、シリーズ全巻のオーディブル版オーディオブックが、 制作される予定となっている。第1期は2013年4月より6月まで TBS テレビ他にて放送された。第2期、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。続は2014年4月18日に制作決定が報じられ、2015年4月より6月まで放送された。アニメ制作会社や一部スタッフが変更されている。第三期、 やはり俺の青春ラブコメは間違っている。菅は2019年3月19日に制作決定が報じられた。メインスタッフやアニメ制作会社は第2期からの続投となるが、第1期、第2期を通してシリーズ構成、脚本を担当していた菅ン・太郎が2015年に死去したため、第2期で菅と共同で脚本を担当した太地慶一郎が、 第3期にて同役を引き継いでいる。当初は、TBS テレビ、アニメリコ枠他にて2020年4月より放送予定だったが、新型コロナウイルスの影響により、同年7月から9月まで放送された。オープニングテーマ作詞、歌は柳々、柳泣作曲、編曲は、北川勝利が担当。エンディングテーマ、挿入歌,歌は、雪の下雪のとゆいがはまゆい。 作曲は、クロス・勝彦が担当。放送局配信サイト BD、DVD ・ CD ・白報道、DY ・ミュージック・ピクチャーズとゲームゲートより、iOS、Android 用のボイスアラームアプリ、俺、ガイルアラームとして、2016年11月5日に、ゆい編、2017年6月17日に、雪の編と、いろは編が発売された。 ラッピング列車やはり俺の青春ラブコメは間違っている。暴言6マイナスに関するカテゴリやはり俺の青春ラブコメは間違っている。コミックに関するカテゴリやはり4コマでも、俺の青春ラブコメは間違っている。に関するカテゴリやはり俺の青春ラブコメは間違っている。続くに関するカテゴリやはり俺の青春ラブコメは間違っている。感に関するカテゴリ ありがとうございます。